半端な夢のひとかけらじゃ。歌が上手すぎて著作権引っかかるよ。新しい芸術の形。これもうトマホークやないか。なんで2回よ。初めは遊びだったんです。何の話。うん、キャビアみたい。ん？何？一緒に渡ります。ん？渡るよ。あ、じゃあ揺れてんねん。何をしとん。あ、なみなみ2つですね。ありがとうございます。もう本当にもう大サービスみたいな感じになってる。モテる。モテるさ。俺なんかモテモテなんだから。そっち。そっちですか。おー、やったなみなみだよ。ありがとうございます。てかここ安い、うん、2人で1000円だしね、1泊ね。でも芝生綺麗だし、見て、目の前噴水だからね。雨も上がりましてん。設営ベシャベシャになって、設営終わったけ晴れるっていう奇跡が起こったよ。そうだね。もうちょこっとね。もうちょこっと早く晴れてくれれば。文句は良くない。良くない。そうだよね。文句は良くない。そうなのさ。そこなのさ。あれ、カピガミ様おるな。私の分のビールもあるのか。もちろんですとも、ほら、あの両方ともカピガミ様の分です。私のだぜ。はい、わかりました。私のだぜ。ちょっと勝手に乾杯だけちょっといただいてもよろしいですか。仕方ない。あ、優しい。なんやかんやいつも仕方ないで済ましてくれるからね、カピガミ様。おはようございます、こんにちは、こんばんは。日本チャンネルです。えいえいえい。本日は浦幌森林公園キャンプ場さんにお邪魔しました。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。何がありがとうかは分かんないけど、はい、久しぶりに。それなんかもうちょっと違うパターン欲しい。いや、これさ、やろうと思ったっけね、多分ね、頭の上切れてんだよね。2パターンしかないの、それあるよ。うん、なんか2パターンしか知らないんだよね。え、2パターン。うん、はい、はい、あ、3パターン。3パターンでしょ、うん、で3パターンで限界なのかな。ちょっととりあえず今のところちょっとレパートリー増やしておくから。そうですね。ああ、じゃあ、いや、じゃあじゃないですよ。あなたものすごい雨降ってたんだから。そうだね、びっくりしたよ。設営開始の時にザー降って、やべえっつって、もうさっさと立てちまおうぜっつって、ガーッ設営してめっちゃ晴れたよ。これは多分ね、あの神様が、うん、お前は、うん、雨が滴った方がイケメンだぞと。売店でビール買ってきました。はい、そうなのよ。はい、これすごいね、この、うん、並々具合が。なんと激安350円で、なおかつ、はい、並々に入れてくれるっていうね。並々入れちゃうからね、うん、けど本当の並々だったね。うちだってそりゃお酒ぐらい用意してきてるけど、そりゃ買いたくなっちゃうよね。キャンプ場で生ビール飲んでないもんね、まだね。飲んでない、初めて。買ってしまいました。乾杯しましょう。乾杯しましょう。はい、並々へ、並々ビールに乾杯。幸せだよ。これこそ贅沢ですね。幸せがすぎるよ。幸せがすぎるよ。それじゃあ今日もおお、やっていこう。やってなかった。やってなかった。よし、よし、お腹すいたんでご飯作りましょう。なかなか、うん、い
夕焼けっぽい感じになってきたからね。いい感じにお酒も進んでるんで、じゃあちょっと今日の夜ご飯のご紹介していいかな。あ、どうぞ。はい、じゃあちょっと入れていきます。テレッテ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 ッ。あー、歌ってんな。振ってんな。はい、名古屋コーチンさんからいただきました。今日は鶏のレッグ入れていきますよ。めっちゃでかい、これ私の手と比べたらすごいことになってる。これもうトマホークやないかーい。はい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 、これもうトマホークやないかーい。なんで2回言うの。いや、今回名古屋コーチンさん送ってくれたやつ、ね、本当に。ちょっとそっち向いて、カメラの方向いて。いや、顔わからへんやないか。一応ちっちゃいって言われてます。ちょっと待って、お前がやったんだろう。はじめは遊びだったんです。でもこう、何の話。かじりたいだろ、ワイルドに。もう、もうワイルドに行きたい。いや、てかでっかっ、それマジ。いや、切るまで、あの、私前菜作ります。油ガレーのお刺身を買ったので、うん、これに、うん、キャンプラボさんで買ったゴールデンマスタード、ほう、これイカスミです。イカスミ、はい、を油ガレーにやっちゃいます。やっちゃうの、ゆうやっちゃうの。やってくん。おお、あった、すごい、いつも通りの顔してる。おい。今日ちょっと新しいお仲間さんがいるんだよね。盛り付けるのにもってこいの。カッティングボード。これはですね。はい。ご提供とかそういうんじゃないです、全然。当選しました。パンコキャンプさんっていうのはプレゼント企画をやってて、こういうカッティングボードにこういうデザインっていうのかな。インスト？そう。へえ。プレゼント企画でまさかの。当選しまして。あなた当選なんかするんだね。当たりました。あら、当選しかしない。わあ、かわいい。いや、ほんとかわいくない、このデザイン。パンコキャンプさん、パンコキャンプさん、うん。あ、やばい、あ、失礼。新しい芸術の形。縁側っぽいようなさ、美味しそうなとこ選んだんだよ。ほう。あら、美味しそうじゃない。キャビアみたいだよね。うん、キャビアみたい。いただきます。はい、全然どんな味かわかんないよ。うまっ、これマジっすか。うん、いや、びっくりするよ。おお、すんごいプチプチ感。うん、濃厚な、すごい綺麗にケミストリーしてる。半端な夢のひとかけらじゃ。歌がうますぎて著作権引っかかるよ。やばいな、それな。うわぁ、はっはぁ、すごない？すごい。でも絶対美味しいね。何してんすか？何がない？どこに置けばいい？このまま？いいよ、適当で。はい。おお。
野生に帰ったみたい。お、いい感じ。うわ、すごいね。またダイナミックだったね、今日も。ワイルドだったね。うん、なんかね、野生を思い出した。野生の頃の俺、うん、帰る？山に、山に帰る。おはようございます。やんばりにも暑いからね、そこの販売機で買いました。え、久しぶりに見たね、アンバサ。アンバサ、うん、懐かしいね。慣れちゃう。北海道だけなのかな。北海道だけだったよね、聞いたけど。うん、北海道の飲み物っていうイメージだった。アンバサとカツゲンは北海道の飲み物。あとガラナ。わー、懐かしい味。あー、わー、はい。インスタで知り合った視聴者様のめぐちゃんからいただきましたラッキーピエロカレーでございます。うん、コニファーで食べた時はラッキーピエロラーメンだったでしょ。見して見して。今回はね、ラッキーピエロカレーです。中中から一生懸命カレー。こっちはインド風一生懸命キーマカレー。めぐちゃんありがとうございます。いただきます。にょんさんがご飯を作ってる時に、うん、少しずつ片付けるっていう毎年恒例のやつやるね。なるほどね。毎年恒例、毎回恒例の。じゃあよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。何しにここへ。明日を求めて。早くない？早いね。早かった？うん。どうする？ウサギもらって帰る？さっきさ、ウサギ小屋見てきたんだよね。え、ウサギ小屋なんかあんの？めちゃくちゃ可愛かった。で、後でさ、うん、ウサギの餌50円って買ってご飯あげるね。モンスターと私、どっちがモンスター？さあ、どっちがモンスターでしょう。マジか。どっちも当たり。いけまーす。はい。お、ええ感じでないの？ええやないか、ええやないか。うわー、美味しそう。うん。はい、ありがとうございます。はい、うまそう。はい、はい。この世のすべての食材に感謝を込めて。うゆう。うまい。うまいの。うん、なんか酸味ある。
辛、ん？中辛？中辛。甘い、甘い。だって中辛だもん。え、中辛なのに？中辛って甘いよ。ほんと？うち家で作るとき激辛だからね、あれでカレー。美味しい。だ。甘い。ね、甘いね。キャンプ場ってよりより朝の方がご飯美味しかったけど、さすがに米多すぎて、俺もさすがに残っちゃったよ。あれあれあれ、いなくなった。ごちそうさまでした。奥田さんを綺麗にしてるんですか。お客様。あ、なかなかいいでござそうろう。なんてなかなかいいね、なだそうそうなだそうそう。奥田様、本日の屋上は天日干しのこすりこすりとなっております。こすりこすり。あー、綺麗になってるね。奥田様、あソイネしてんのか。ソイネってそれ下に引いて寝てるだけじゃねえか。あーはあ、寝かしつけてる。はい、ありがとうございます。くるりんぱ今やり直したよね。割と上手だね。よし。ここですげえぞ、もう。見て、一瞬でめっちゃめちゃだったよ。めっちゃめちゃだね。何してんの？うお、ミストがすげえ。あ、楽しかった。うん、よし、行こう。うん、しかもね、冷たすぎない。本当、気温高いからぬるくなっててちょうどいいのかもしれないね。うん、めっちゃ気持ちよかった。はい、ウサギの餌買います。生ビールもある。ルルルルルルル、うわ、これウサギの餌なのに、うわ、気持ち悪いウサギ来たな。何、全部あっちにいるの。みんなあっちにいるのか。すごい人参食べるね。かわいいね。あれ、そんな取り合わなくて。あ、かわいい。ああ、そんな取り合って取り合って、あ、いいよいいよ、ほらあげるから、ほらこれ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 、ここにあるよ。はい、どうぞ。よこせ。かわいいね。来た時よりも美しく。はい、大丈夫ですか。はい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 、ずっと追っかけるから画面からはいなくならないよ。ずっと追っかけるから大丈夫ですね。ゴミチェック OK。 OK。 はい、あーいや、自分にかけたみたいになってるやん。
マトンスライス食べて、あ、牛タンじゃん。牛タンじゃん。このキャンプ場とくっついてるってすごいね。あ、本当だ。ここやってんだね。電気ついてるね。いや、綺麗なとこだな。もうこ、うん、もう高規格とかいうレベルじゃないでこれ。めっちゃ広いね。うん。いいね。釣り橋じゃん。呼んでる子がいるな。足気をつけてね。揺れてんの？すごい揺れてる。じゃあ俺行かなくていい？え、一緒に渡ろうよ。ん？何？一緒に渡る。ん？渡るよ。お、揺れてる。うわ、すげえ揺れてるじゃん。かっこいい。うわ、これはやばいわ。あ、じゃあじゃあ揺らせんな。揺らせだな、今。あ、じゃあ揺れてんねん。何をしたん、あ、雲の巣ね。わー、ちょっと待って一歩一歩でこんな揺れる？うわっ、じゃあ戻るわいや、すんごい揺れる。本当に吊り橋。ほいしょほいしょほいしょ。どうでした吊り橋？いやー、吊り橋効果で、はい、ニョンさんはもう俺への愛が一層深まったね。見て、あそこアイス売ってる。あ、あれあれ、深まった。暑い暑いね。すごい、なんか遊ぶとこいっぱいだったね。いっぱいあったし、綺麗。あの噴水を見せたのは最高だった。携帯電話が接続できませんでした。携帯電話を忘れていませんか？忘れていませんか？携帯電話を。ニョンちゃんを忘れていませんか？ニョンちゃんを置いてくるの忘れた。